そうですね、まあ、自分はずっと近くで、あの試合に臨む武尊さんの姿を見て、まあ、軽々しくは、まあ、あの姿を見たんで言えないんですけど、まあ、自分もっていうか、まあ、いつか自分がやり返したいなと思ってるんで、まあ、だからこそこんなところでは絶対負けられないんで、目の前の試合に全集中で絶対勝ちます。じゃあ続けて金子選手。まあ、あのリングではあのすごいそのそうですね、あの試合もそうですけど生き様が出ると思うんで、まあ、それをも、見ましたし、僕もこのリングで僕のやってきた生き様を見せようかなと思ってます。オス、まあ、自分がなんか簡単に言えるようなことでは正直ないと思ってるんですけど、でも本当やっぱ、まあ、結果は負けてしまったかもしれないけど、まあ、本当それ以上のものを見せていただいたので、なんだろう、多分たくさんの人が武尊選手からパワーをもらったと思うんで、まあ、こう K1 を卒業した先輩が、まあ、ああやって頑張ってるということで、まあ、K1 ファイターみんなで次は武尊選手にパワーを送り返せるように、まあ、今回の対抗戦頑張りたいと思ってます。オース。そうですね、まあ、一言で言えばやっぱりすごいなっていうのはあって、まあ、それもやっぱ、まあ、見てる人たちの心を動かせるような、やっぱ試合だったり人柄だったりいろいろ見てて学べるところもあると思うんで、まあ、そういったところも含めて、いろいろ僕ら K1 側は、みんな全選手そういう気持ちを込めて、今後の対抗戦で挑めればなっていうのは思ってます。